キャメロンボイスはアメリカ合衆国のディズニー俳優、カリフォルニア州出身、ミラーズで俳優デビューをする。代表作はディズニーチャンネルのジェシー、ジェイクとネバーランドの海賊たち、ディセンダント。2019年7月6日闘病中であった病気、転換による急性の発射により睡眠中に死去。翌日6日の朝に寝た状態で亡くなっているキャメロンを、 当時一緒にシェアハウスをしていた友人が発見し、通報。生前闘病中であるということは公表されていなかった。テレビ映画、ディセンダントさんが遺作となった。キャメロンの死去を受け、キャメロンの父親ビクターは、キャメロンボイスファンデーションという基金団体を設立。暴力に走らないよう若者たちの想像力を支援することが目的である。これには、 多くのキャメロンの友人たちがお金を寄付するよう SNS 上で呼びかけている。彼は彼の母、と妹と共にロサンゼルスに住んでいた。ちなみに父はアフリカ系アメリカ人で母はユダヤ人である。また彼は友人4人と共に X モブというグループを組んでいてブレイクダンスが好きである。亡くなる1ヶ月ほど前から大親友であった。 カランブラルとソフィー・レイノルズと共にシェアハウスをしていた。三人は一緒に旅行に出かけることも多かったという、ありがとうございます。